今日は東温市の曽我部智子さんのお宅にお邪魔します。お邪魔します。ちゃんはどこ行くのも制限なしですか？あ、もう家の中だけだったら、はい、もう野放しです。へー、カーテンは無事？カーテンはねこれ、わかります？これ何ですか？なんでこれ、バリバリするんですよ防御してる。そう。へー、大丈夫ですか？これだったら大丈夫です。手応えがないので多分諦めてるから。これは工夫ですね。素晴らしい。そういう風にしてないともうすごいですよね。すごいすごい、うん、うちもカーテンないです。で、私がよくあの子の爪切りをサボっちゃうので、はい、伸びるでしょ、はい、すごいことになります。この金網は何ですか？あ、それもあの夏場網戸にしてる時に、ええ、それをしてると、はい、バリバリしないんですよ。網戸、うん、あ、え、夏場網戸に外からやってるんですか？これは。いや、違うんです。ちょっと内側からですか？え、これだと登っていきません？大丈夫なんです。登ったことないです。あ、内側から、うん、置いてるだけっぽ い結束バンドで、うん、え、これで登らない？登らない。とかガジガジもしない、うん、ないでしょ、後が。これはいいこと聞いた、うん、大丈夫なんです。網戸作戦いいですね。うちの子はですよ個人の感想です。そう、個人の感想です。しーちゃん、どうした？お母さんこれからそれちょっと買いたいもん見ようと思ってたのに。ちゃん、ああしーちゃん、しーちゃん、あ落とした。入る？入らない？いやんかね。猫歴っていうのはどれくらいなんですか、ともこさん？ですね、最初の猫がね、本当はいたんですよ。はあ、え、うずら、オセロっていう。オセロちゃん、もしかしてそれは色が黒白でやっぱり強そうな顔した、はあ、その子もメスだったんだけど、はあ、あのもう保護した時っていうか、はい、うちに現れ出した時はもう何歳ぐらいだろう、2歳か3歳ぐらいだったんじゃないかな。あ、このお宅に現れたんですか？そうなんです。あれ、なんか来だしたねって感じで、うん、で、そのオセロが、うん、黒白だったのでね、うん、背中が黒でお腹白みたいな、うん、バイカラーの猫だったんですよ。あ、はい、なのでオセロオセロって言ってて、で最初はね、ちっちゃい猫も一緒についてたんです。え、2匹で来てたんですか？親子で？うん、いや、親子かどうかもわからないんだけど、はい、で、その子ね、もう何年も外にいたらね、はい、家の中でね、はい、もう完全隔離みたいな、家の中だけで生活させるっていうのがなんか無理で、うん、どうしても脱走しちゃうので、はい、でも避妊手術だけはして、はいはい、貫禄違うでしょ？顔つきがね、もう違うんですよ。これいい男って感じの女の子ですね。そう、会ってみたかった、ね、もう死んだかな。元気でいてももう死んだよな。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。
ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。あのうずらです。うずらちゃん、これ、ね、ミケ。これねミケなんですけど、はい、あの子猫症とか子猫症、不育症とかほう あれ、まあ、あって大きくなれない猫だったんですよ。え、そうなんですか。であのこの子ね、カラスに道端でつつかれてるのを保護して、はい、こんなちっちゃくて、はい、で多分親も多分この子はダメだと思って置いていったのかなって感じで。え、どれくらいちっちゃかったの。こんなんだったんです。本当にうずらの卵みたいな、ね、なんかカラスがつついてるよって、お父さんとこう車で出かけてて信号で止まった時、カラスがピョンピョンでしながらなんかつついてるって言って、え、猫じゃないって言って、で保護して、それからうちで、で3ヶ月ぐらいになっても大きくなったっけこれって感じで、まあ、ちょっと大きくなったんだけど、で普通猫ちゃんって半年も経てばもう、ね、普通猫サイズですよ ね4キロとかね、ですよね、うん、この子ね結局、まあ、5年生きてくれたんですけど、うん、1キロもなくて、これがねほぼあの大人の時。これでもどういう大きさなのかちょっと分かりにくいんですけど、このぐらいかな、手足広げてそれぐらい、ちっちゃい子だったんです、ね、これが大人の時、ちっちゃい子で、あの泣きもしないし、時たま泣くぐらい、なんかあのギズモみたいな顔してるでしょ、うん、あら可愛いですね。ごめんなさい、これお父さん、お父さんごめんなさい、勝手にテレビ出ちゃいますよ、すいません。お父さんの頭と比べて、これ大人ですから、うん、そうなんだ、うん、そう、ちっちゃい子で、うん、この子は持たないよってお医者さんにも言われてて、はいはい、動物病院の、そんな長くないですよって、うん、いつ死んでもおかしくないような子ですよって言われて、結局ね、でも5年、うん、これがもうちょっと疲れ気味なんですけど、これ本当もう死ぬ直前ぐらい。ああそうなんだ、うん、これが一番元気そうやった頃かな。毛並みもいいし。あ、本当だ、あ、うん、無邪気なねえ、うん、苦しかったのかな、かな、もうね、あのご飯もそんなに食べてくれない子だったので、うん、私が動物病院から公営養殖っていうのをもらってきて、はい、それをスポイトで、はい、いつも？いつも1日何回?1日3回やるような子で、仕事から私が図書館の仕事から帰って2時前ぐらいにやって、あの朝行く時もやって、で夕方5時間とかにやって、そんな感じで。じゃあ旅行とか絶対行けるでしょう、うん、ね、5年間生きてくれたんですよ。ちょっと失礼します。そうで、この子が死んだ時つらくてね、こりゃつらいわ。でも更年期も相まって本当体調崩しちゃって、この子が亡くなった時、あら、そうなんや。ちょうど今の子が8歳だから49か49の時ですね、死んだのが。そうですか、うん、で私があんまりにもあのへこんでるから、うん、あの NPO の、はい、愛媛犬猫の会、うんうん、そこの、上等会、はい、お父さんが行こうかって言って、はい、
で今のしぐれを譲り受けたと。譲り受けた、ね、これはしぐれですね。あれしぐれちゃんはあれなんかこっちもミケですか。ミケです。 黒ミケって感じかな。これは、はい、あの割と赤ちゃんの頃ですね。この子しぐれちゃん。しぐれちゃんです。へー綺麗ですね。ミケがやっぱり、うん、ミケ好き。かわいいですよね。これしぐれさんです。あらまかわいらしい。へー上半分が。そうなんですよ。顔が黒いですね。うん、はあのミケってやっぱ性格がちょっと女性っぽいところじゃないですか、うん、気高くて。そう。あ、やっぱそうですか。そう。しぐれちゃんも。そうですね。これはしぐれの赤ちゃんの時ですね。どれどれ。わあ。でももう大人の顔してますね。これもそうですね。これもちっちゃい時ですね。どれどれ。この子はしぐれちゃん。しぐれです、ちっちゃい時からもらってきたんですか。そう、1月2月ぐらいの時かな、うん、6月の。へー。あのシャーシャーいう猫は懐いてないじゃないですか、うん、抵抗なかったですか。あのね、でもね、翌日にはね、うん、私そんなこと言ってましたかみたいな感じでもう本当こんな感じでしたよ。私膝の上に乗ってきて、もう翌日こんな感じ、うんうん、べっとり。え、誰が言ってたそんなことみたいなで、これ私の髪の毛ぐしゃぐしゃぐしゃっとして遊んだ後に、はい、電池切れたように寝てたりいい仕事したっていう感じですかね痛くなかったですか髪の毛。全然お、あ、やってるやってるって感じ。へー、こんな感じですね。ちっちゃい時。どれ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 。あら、お手手が白くて可愛いですね。うん、個性的な柄だな。おてんばさんですか。おてんばですね。おてんばのくせにビビリ。あらら、うん、猫らしくて可愛いですね。うん、これどうなってるんですか。体どうなってるのこれ。え、親どうなってるのこれ。模様がね、なんかあれだから、そう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 、普通に横になってる、うんうん、不思議な物体かと思いましたね。本当2日目にはもうこんな感じで、あれやれるがのまま、うん、そう。なんでだろう、うん、もう分かったのかな、分かったのかな、この家大丈夫だそうかもしれない。